から出てくるのか。うん。葵はいずれ華やかな代理で帝の寵愛を一身に受け、他の女房に先んじて御子を産み、左大臣家の期待に応えるという子供の頃からの夢を突然に絶たれたのだった。そのような浮かない顔を父上に見せてはなりませんよ。妹の様子伺いにやってきた兄の遠野中将が眺めるように葵に声をかけた。葵は平静を装い毅然として言った。分かっています。いつだって父上の決めたことは絶対ですから。そして涙を見とがめられないよう視線を外した。長身の遠野中将は縦絵星のかぶりを横にかしげて鴨居をくぐると、葵の真正面にゆっくりと腰を下ろした。父上もお考えがあってのことだから。分かっていますとも。葵は兄の言葉を遮った。いいから聞きなさい。確かに右大臣家からそなたを東宮妃にという要望があった。しかし今回の添い節の件は上のおもしべしなのだ。遠野中将は冷静に言った。ちょっと早くて、多分ね、パッパッパッパっていくから、多分私もね、私も多分今日早かったし、私も早かったと思う。表情は自然に、もしその怒るような感じで怒る強く出す言葉で、もちろんその気持ちが高ぶって。表情が自然に険しくなったりとか、例えば嬉しい気持ちで表情が自然に、表情とか言い方とかその気持ちでなるのは自然になるのは構わないです。ただその感情だけでいかないように、何度も言うけど自分を見る自分がいる、してください。ある日のことだった。源氏の君は藤壺の宮の御座所に入ってくるなり傍らに座し、宮様ってとてもいい匂いがする。お母さんみたいです。おずおずと藤壺の宮の裾に触れてくる。まあ光る君はお母様のことをよく覚えていらっしゃるの。いいえ、でもとても柔らかくていい匂いがしたような気がするの。なでしこのかすねにたきしめられた甲に尾行をくすぐられ、源氏の君はうっとりと藤壺の宮を仰いだ。こんにちは、プレイヤーズキングダムです。この度伊沢のギャルリミルにおきまして朗読公演を行うことになりました。作品はあの源氏物語を現代の作家由良弥生さんが書いた源氏物語眠らない姫たちです。朗読公演はプレイヤーズキングダムとしては初めてですが、朗読を専門にやってらっしゃる方たちとは違う演劇をやってる私たちだからこそできる朗読を目指したいと思っております。多くの皆様に来ていただけることを心からお待ちしております。それでは詳しい内容をお知らせいたします。プレイヤーズキングダム朗読公演源氏物語眠らない姫たち、日時2006年3月12日日曜日、13時半開場、14時開演、17時半開場、18時開演、以上2回公演で行います。会場は笛吹市伊沢にあります笛吹川現代写真プラスアルファアソシエーツギャルリーミルです。会場の住所は笛吹市伊沢町井戸 296-2 です。お問い合わせは090-9008-5275、坂口もしくはプレイヤーズキングダムのホームページまでお願いいたします。皆さんぜひ見に来てください。待ってます。待ってます来てね、来てね。山梨の知りたい情報山ほど満載サイト、山梨知るならハロー山梨。